plays New Zealand, session four of the World Mixed Doubles Curling Championship. Fujisawa throws a bullet down the centre line in the second end, gets rid of all the Kiwi rocks, and three red stones remain. 3 points for Team Japan and New Zealand to take a one in third. Brings us to the fourth end. That is a tap up to score two. Satsuki Fujisawa just a little bit hot for weight, doesn't curl enough. Gets the tap, doesn't quite get there. Just the 1 point for Japan, but they lead it 4-2 after four ends of play. Fifth end, lots of stones in behind that tee line. New Zealand not quite sure if they're allowing one or not, so looking to play board weight, try and squeeze that red a bit to the left, does do that. And scores two, tied game after five. Fujisawa trying to sink one in the back house. Nicks off the top stone, leaves it in the open. Adviento with an open hit for the win. Plays it really soft, over curls, ends up tapping their own in for one to tie the game. Lucky break. And New Zealand lying short stone in the extra as Satsuki Fujisawa has the button draw for the win, but pulling up way short of the house. That is a steal and a win for the Kiwis. 7-6 final score.先行で1本、取らせる形で迎えた2エンド日本後攻。これは山口選手ナイスショットでした。そうですね、自分の石を残しつつ相手の2つ出してなおかつ自分の石を守るような1に石を残したので、ナンバーワン取られたままなんですけども、すごくいいショットになりました。この赤のストーンの日本最後、藤沢もいいショットですね。はい、しっかりと自分のショットを取って3点になりました。ナイスショットです。これが決まって 3エンドです。藤沢の最後のショット、少し内側にヒットロールを狙ったんですが、思ったより曲がらずに外側に当たって、ただね、結果的にナンバー2が強くなったので、相手にね1点を取らせるいいエンドになりました。第2で迎えた後半最初の5エンド、 相手のね最後の最後のちょっとですね、4投目にミスが出て曲がりすぎて奥に行ってしまって、ここでねしっかりとナンバーワンの前につけたかったんですけども、それがね少し早くて曲がりきれなかった分、相手にねこう2点のチャンスを与えてしまいました。これもナイススイープでしたね。このスイープが効いてなかったら1点になってしまった可能性もあるので、ナイススイープで2点取りましたね。 効果を発揮して4対4、ニュージーランドが同点に追いつきました。そして6エンド、これ本日本です。はい、フィールドを恐らく狙ったと思うんですけども、まあ、中の石ね動いて、ただその動き方ですね、はい、後ろのバックガード、赤のナンバー2の石がですね思ったより動かなかったので、あれが動いてるとまたねこのエンド違ったんですけど、あれが動かなかった分、最後藤沢選手ね難しいドローを要求されて、まあちょっとミスが出てしまいました。 これが長くなってニュージーランドにスチールを許しました。そして7エンド、日本1点リードされて後攻です。マジさん最後の、はい、ワンツーを持って最後のショットだったんですけど、少しね曲がりすぎてしまって、黄色を押してしまうと1点になってしまう可能性があるので、最後ね吐かずに様子を見て、まあ2点はね取れたので、2エンドにはなったんですけども、日本としてはね3点欲しかったなというのでしたね。さあそして6対5、 8エンドはニュージーランドはパワープレーを使ってきました。ただ逆転されるピンチの中で、そうですね、出せばっていうところでちょっとね弱くて、それがねまたマガリスギってて自分の意思をねこうレイジするような形になって、まあラッキーなニュージーランドにとってはいいね。そしてエキストラエンドに入った9エンド、最後のこの藤沢のショット。
ですね、7エンド目にも同じところ投げていたんですけども、少しねこうフィーリングが合わずにショートしてしまって1点スチールになってしまいました。